安藤美幸12月6日から1963年4月8日は日本における洋楽界洋卵期のバイオリニスト東京府下役生まれ1881年から西川キムに日本舞踊を1883年から初代三世松院に総局を1888年の10歳の頃からルドルフ・ディットリヒにバイオリンを習い1896年 東京音楽学校本科技学部を卒業。同校研究科に進学。ティットリヒ、姉のコーダノベ、アウグスト・ユンケルラに学んだ。音楽学校時代に仲の良かった同級生として作詞家のアズマ・クメがいる。東京音楽学校研究科終了後の1899年からドイツに留学し、ベルリン国立高等音楽学校でカールマル・ケース、ヨーゼフ・ヨア・ヒムラに学ぶ。 1902年3月16日にライプツィヒノグラッシュ博物館でフーゴー・リーマンと共に出演した日本音楽実演では箏の演奏による東獅子六段小竹梅やバイオリンの演奏による五音音階の中国音楽と単調の新日本民謡を披露した1903年帰国しその年から1932年まで母校東京音楽学校の教授 1943年まで講師を務める。1942年から帝国芸術院会員。1950年から東京芸術大学講師。1958年文化功労者。1963年3月に蜘蛛膜下出血で倒れ、その半月余り後に亡くなった。墓所は神奈川県川崎市田幕の春秋園。旧生命は、 高田美幸であったが、1905年に、英文学者の安藤昭一郎と結婚して、以降は、安藤姓となった。海軍軍人、探検家の軍司重忠、小説家の高田露伴、日本史学者の高田重友は2位。バイオリニストピアニストの高田ダノベは姉。芥川賞を受賞辞退した小説家、ドイツ文学者の高木拓は長男。富士通社長等を務め。 日本のコンピュータビジネスのパイオニアと称される安藤薫は次男。また、長女の純子は岡沙治郎の4、男と結婚した。児童文学作家の高木秋子は孫。ありがとうございます。